おはようございます。ミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。ノーミルク佐藤です、はい、今日もプロサッカーデータマンのノーミルク佐藤先生にいろいろ伺ってまいりたいと思います。さあ今日は FC 琉球です。よろしくお願いいたします。さあ新戦力分析新シリーズが始まっております、うん、ということでございますけれども、さあ今年のね新チームどうなっていますでしょうか。まずはこちらをご覧ください。ドンということで出ました台所事情表でございますけれども、はい、うん、ではこちらまずは表の見方からいきましょう、はい、左が、ピンクのところ、こちらがゴールキーパーとなっております、はい、そのまま右に見ていきましょう、うん、青がセンターバック、水色がサイドバック&ウィングバック、そしてオレンジが守備的なミッドフィルダー、はい、黄色が攻撃的ミッドフィルダーとなっております、うん、はい、黄緑がウインガーとなってまして、うん、緑がセンターフォワードとなっています。はい、横軸がポジション、縦軸は世代分布となっております。上に行けば行こうとベテランということになっておりますのでね、この1年ごとの世代分布推移、そして全体のバランスなんかも楽しんでいただきたいと思います。そしてこの黄色で囲われている選手は、2020シーズン特に序盤前半戦の主力格だと思っていただければと思います。はい、はい、お願いいたします。はい、でさらに選手の左に十字マークがある選手は今おけが中、あ、なるほど、はい、プラス、うん、星マークがある選手は今年今シーズンがルーキーイヤーとなっております、はいはい、では、うん、見ていきましょう。やっぱちょっとあれですね、こう年齢分布が幅広いですね。うん、ちょっと変わりましたね、はい、今までに比べると、はいはい、ただ一つ分かるのが、まあ、上の選手たちで言えば、うん、例えば元からずっといる風間選手とか、上里選手、はい、なんかはまあこのチームでずっとやってくれてますから、うん、で、はい、今年は下見ていくといいのかなと思っていて、若手の方、はいはい、96、97あたりがちょっと増えてきてますね、うん、はい、まあ、レンタルで来たりだとかって選手が多くなってますけど、うん、そこがちょっと今年は一気に後半戦台頭してくる人たちもいるんじゃないかなと思ってるので、主力がおそらくはリオ世代あたりにすんなりこうスルッとこうなってくるかなと思っております。なるほど。その理由としてもまずゴールキーパーから分かるのが、はい、主力は主戦はカルバハル選手なんですけど、はい、ちょっとお怪我をしておりまして、うん、今回復途上中なんです。なるほど。おそらく完治すればすぐ出ることにはなるかなと思ってるんですが、うん、はいはい、開幕戦なんかは田口選手が、うん、キーパーを務めました。そうか。そしてベンチに入ったのが猪瀬選手だったというところもあり、うん、まあ、カルバーラ選手だから完全完治するまではそこまではまあ田口選手で行くのかなと、うん、するとまあめっちゃ若いですからね、そう考えればね。でセンターバックも今、うん、岡崎亮平選手は怪我してて、はい、で福井選手ではなく開幕戦は鈴木選手を起用してきました、うんうんうん、若いですね。ですね。そう、はい、でリオンジ選手でちょっと面白いのが、うん、背負ってる今年背番号9なんですよね、はいはいはい、9のセンターバックですよ。おー、かっこいい、見たことない、ね、はい、でレビュー編で実は言わなかったんですけど、うん、琉球サポーターの方々皆さんね多分うわーってこう唸ったと思うんですが、開幕戦でねあのライン上クリアやってるんです1回。おーほう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 、ちょっと見物でしたね。リオンジクリアーなんてシーンがあった。9番だったらねそのままシュートしちゃいそうなね。でもそのシュートしたらちょっとやばいですから ね、 ね9番と対峙する側なんですねそうなんですよ。でも相手の9番の気持ちを分かってプレーできますからね。そうなんでございます。そしてサイドバックには、タバレス選手で、左はもともとね徳本周平選手が岡山に行ってた関係もあって、はい、誰もいないってなってたところを、まあ、沼田選手を取れたと、はい、これはでかいですね。ここやっぱり最低でも1人は経験のある選手も欲しいですからね。はい、うん、で続いてボランチ、ここはもう怪我がない限りはこの上里風間コンビにはなると思うんですよ、うん、信頼の、うん、そうなんですよ。で右サイドハーフには茂木が入り、ゲームメーカータイプので、左サイドハーフにはカットインタイプの河合選手が入る、まあ、ここまでもほぼレギュラーとしては確定的、うん、であとはトップ下だけ風間光也選手がやるのかなとか、もしくは小野選手または阿部拓磨選手が入るケースもあるのかなってなんてことを思っておりましたら、はい、うん、大卒ルーキー池田蓮選手が開幕スタメンを勝ち取ることに成功しました、うん、その兼ね合いもあったのか、人見選手ではなくセンターフォワードに阿部選手をうまく使って最終的には阿部と池田で縦関係でゲームメイク、あと右サイドバックの右サイドハーフの茂木選手、この3人でゲームをうまく作りつつ左の河合シュートで決めきようっていう流れが千葉戦ではすごく見えた形ではありました。ということで番手表見ていければと思います、はいはい、ではこちらでございます。はい、出ました。まずこちら、うん、表の見方いきましょう、はい、左半分がですね序盤戦前半戦のスタメン候補だと思ってください、はい、で右上の部分がポジション別のチーム内番手表となっております。
、うん、右の真ん中2020シーズンのルーキープレイヤーのご紹介をしておりまして、はい、右下は主役の若手や琉球サポ向け J サポ向けの注目株を記載してあります、はい、まずは左側見ていきましょう、うん、今ちょっと怪我中ではあるけど、まあ、カルバハル選手がここは主戦だと、はい、先ほどもお伝えした通りですね。で高さ身体能力タイプのリオンジと、オーガナイズ全体をこう統率する役の岡崎選手でまとまっていく形にはなるとは思うんですが、うん、まあ、若手の鈴木選手や、ダニエル選手なんかも使っていくんじゃないかと思うので、岡崎選手が戻ってきた後の競争は結構激しそうだなというところ、うん、なるほどね。でただサイドバックはちょっと競争というよりかは、まあ、主戦がもうほぼこの2人になってくると思うので、うん、まあ、彼らにはもう42試合全部いってる勢いで、おー、はい、考えていただきたい、はい、怪我ちょっとできにくいですね、そしたらね。そうですね、うん、ただとボランチの風間選手、風間浩希選手と、上里選手なんかもまさにそうなので、うん、ほぼボランチとサイドバックは、まあ、控えもいるっちゃいるけどほぼこの4人に、託されてる部分は多いのかなとは感じます、はいはい、その代わり、前線ですね、前線メンバーは結構流動的にできるのかなと思います、はい、阿部拓磨選手いろんなところのポジションできますし、うん、ウィンガータイプの富所、田中圭太、または小泉一村なんか前もできたりしますから、結構ぐる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 回るのかなと、うん、ただその中で一番替えが効かないのが左サイドハーフの河合修斗選手、こちら違うところでも話しましたが、最近お子さんが生まれたばっかりなのですぐに琉球離れるとはちょっと思い、そうかそうか、はい、辛いですが、はい、活躍のほどとちょっと今こう、2019の後半戦でも叩き出したデータ考えたら、移籍の噂が夏に起こってもおかしくはない選手と考え考えてください。だからお金がね、移籍金結構このチームに残せますよとなったら、そうね、話は変わってくるのかなと、なるほど、うん、思います。特に関西系ですね、うん、ガンバ、神戸、セレッソあたりは狙ってくるかもしれません、うんうんうん、お生まれがそちらなんですもんね。そうなんですよね、となっております、はい、あともう一人気になるのとしては、まあ、一応主役の若手に瞳拓也選手、うん、ザ・ストライカーと出させていただいたところもあったんですが、トップ下で開幕スタメンを射止めた池田蓮選手、こちらも注目でございます、うん、拓殖大学のルーキーからルーキーにはなるんですが、すぐちょっと僕も取るとは思ってはなかった、うんですよ。やっぱり風間兄弟の連携ってところが出てくるかなというのと、あとは左サイドハーフの河合選手で茂木選手と、それぞれ左だったら、カットインタイプで守備は後ろに任せるタイプで、右の茂木選手もゲームメーカーで真ん中とか左にボールを供給したりするのでってのはあったので、うん、真ん中に去年からこのチームを知る人を入れた方がなんてこと思ってたんですけど、はいはい、よほどだからキャンプで調子が良かったんじゃないかなってことも伺える部分でもありましたので、まだ現状ね、1節終わった後でここは取っているものにもなりますから、2節3節でも出てくるかまだまだ分からないところだし、はい、瞳選手やそして一村選手、知念選手といった他の大卒ルーキー軍団も入ってくる可能性は全然ありますから、誰がどうまた台頭してくるのかにも、琉球はね、うん、そういうチームですからね。そうですね、はい、ライジングスターがね出ては出てきますからね、入れ替わっていくチームでもあります、はいはい、なんでそんなところにもご注目いただければいいかと思っております、はいはい、ありがとうございます。よくわかりました、はい、ありがとうございました。シーズン始まってからもね、この番手表をなんとなく見ながらね、眺めながら楽しめるということですよね。はい、はい、おかてとその他注目でございます。 FC 琉球ありがとうございました。ありがとうございました。ということでぜひチャンネル登録お願いいたします。ライブ配信も月曜日の9時からワイワイガヤガヤね、コメントとともにやっております、うん、ぜひ一回参加してみてほしいですよね。そうなんですよね、はい、そして劇場ライブも東京でやっておりますので、ぜひね一回顔を出してみてはいかがですかということでね、はい、今年は ねちょっと地方開催なんで、ああそうですね、結構考えてるところがありまして、決まり次第告知いたしますので、概要欄ぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、井上までございました。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様いってらっしゃいませ。また明日の朝お会いしましょう。また。